ミクロ経済学、ミクロ経済学、ミクロ経済学は、マクロ経済学に並ぶ、近代経済学の主要な一分野である。経済主体の最小単位と定義する家計、消費者、企業、生産者、それらが経済的な取引を行う市場を、その分析対象とし、世の中に存在する貴重な資源の配分について、研究する経済学の研究領域でり、 最小単位の経済主体の行動を扱うため、ミクロ経済学と呼ばれる。これとは別に個別の経済活動を集計した、マクロ経済学という領域もあり、ミクロ経済学と合わせて、経済学の二大理論として扱われている。ただし、現代では、マクロ経済学もミクロ経済学の応用分野の一つという面が強い。ミクロ経済学は、その応用分野である、 マクロ経済学、財政学、金融論、公共経済学、国際経済学、産業組織論などに対して分析の基礎理論を提供する役割をも果たしている。経済学者の岩田久は、ミクロ経済学の誕生がアダム・スミスの著書、国と未論、1776年に始まるとしている。一般に価格理論、ゲーム理論、契約理論の分野が、 ミクロ経済学の主要分野とされる。受給理論は特定の市場における需要と供給の原理について説明した理論であり、需要理論と供給理論に分けて考えることができる。需要とは支払い能力を伴う特定の財、物、及びサービスを消費しようとする欲望であり、これはその財の価格などによって変動する。経済学においては、 あらゆる価格帯での需要を需要表としてまとめて観察し、その価格の変動に伴う需要量の変動を曲線として示したものを需要曲線という。需要曲線は一般的に価格が高ければ需要量は減少し、低価格なら需要量は増大する相関関係があり、これを需要の法則という。ものが安いほどよく売れるつまり、一般に需要曲線は 右下がりとなる一方で供給とは、物材、サービスを市場に提供する活動であり、これもまた価格などによって変動する。あらゆる価格帯における供給量の変動を曲線として示すと同じように、供給曲線が見られる。一部の例外を除いて、供給曲線は、価格が低ければ供給量は減少し、価格が高くなれば増大するという需要曲線とは、 正反対の関係があり、これを供給の法則と呼ぶ。つまり、一般に供給曲線は、右上がりとなる。市場というメカニズムは価格を通じて、受給を均衡させる。価格とは財に対して貨幣により示される、相対的な価値であり、これは、需要と供給の均衡によって左右される。価格は、中立的である上に柔軟に市場で管理されているため、 優れた資源の配分に貢献している。価格調整の過程においては、需要と供給の法則が大きく影響を与える。市場においては、購買は低価格を望み、販売は高価格を望むという正反対の行動の原理が一般的に作用するため、両者の考えが一致する価格が調整されていく。その過程においては、 余剰と不足という二つの不均衡を想定することが可能であり、余剰とは、所余の価格では供給量が需要量を超えている状態を指し、商品価値の下落を招く。不足は、所余の価格では需要量が供給量を超えている状態を指し、商品価値の高騰を招く。こうして均衡された商品価値が市場の中で規定され、生産物の供給量と、 需要量が等しい状態に向かう。つまり、一般に、財の価格と数量は、需要曲線と供給曲線の交点で均衡する。その一方で、財の価格と数量は、市場における、貨幣価値の自己表現という性格を合わせ持つ。経済学的な意味での市場が持つ構造であり、競争の性質と度合いによって分類できる。効率性や有効需要。 公正などいくつかの観点から市場構造を見極めることが一般的になっている。完全競争は消費者と生産者がそれぞれ不特定多数でかつ財について完全な情報を持つ場合のカルテルや不買運動などを起こさない完全な競争のもとでの市場構造であり、消費者は事故の公用、財から得られるメリットを、生産者は事故の利益を それぞれ最大限にする、要行動する条件のもとでは、個々の企業が価格を統制できず、受給理論に基づいた均衡的な価格が自然と導き出される。そのため企業はその均衡価格に従って、生産の規模などを決定することとなる。ただしこれは非常に理論的な状況で、多くの場合は、不完全競争となる。不完全競争としては、独占的競争。 寡占独占があり、独占的競争は商品の差別化により市場の一部を独占し、寡占は少数の販売者が特定の産業全体を支配し、独占では単一の販売者が特定の商品や産業を完全に支配している市場構造である。不完全競争では商品差別化や非価格競争、競合や価格協定、カルテルが起きやすくなり、消費者は 不当に高い価格で財を購入することが多い。近年では不完全競争の分析をゲーム理論の応用として体系的に考えることが多い。価格理論では経済主体は価格需要者として行動し技術的外部性も仮定されていなかった。それに対してゲーム理論では各経済主体間での金銭的外部性や技術的外部性が仮定される。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。